金指部氏は日本の古代氏族の一つ。奈良県桜井市にある四季島金指宮の引き源は、武民政における名城の一つである金指部にあるとされる。金指部は、金明天皇の皇居であった四季島金指宮に由来し、その使用に当てられた領地等の管理に従事した人々である。出自は二系統あり、蚊国像の公営が、信濃国に鶴賀国像の公営が、 するが国に分布していた。資料には、四季島金指宮朝に、かや、金由美君が、金指とに理事か、または、金指社人像を指定されたとされる。金指部、とねりと記された木簡が発見されているが、これは、四季島金指宮に、地方から出資して、雑役や、警備の任に従事することを求められた一族の名と、考えられている。 奈良時代から平安時代初期の信濃の地方政治は、金指部とねり氏や長田の部とねり氏の活動を中心に繰り広げられたとみられ稲、諏訪、千熊、水内、葉西な、小さ型の各軍の軍事を占める。信濃の軍事を代表する人物に、稲軍大量金指しとねり八丸がいる。軍事の指定として、平城京に出資していた際に中丸の乱が起こり、 後権上皇の側で乱の鎮圧に功績が認められたとみられ翌年に、外従5位した、君六等の位が与えられた。また、稲軍の軍事は、品濃国内に置かれた宇宙間や領直轄の、見巻全体を統括する責任者でもあった。上岸四年には、品濃国派に品軍大量、金指と二里省長が、小さ型軍県少量、長田の舎利藤尾と共に、 外十五一下に除された。翌年には、右この絵証言、金指しと練り丁丁がふと阿んへの改正が許され、その弟貞ダは発色のせいで宿根を賜物もの、組みされた。さらに翌年には、おさだなとしよとともに、外十五一下に除され三年後には、三河の助に任ぜられている。しかし、彼らの名は、その後す訪大社特に、下写真館として、 残り政治の舞台からは遠のく。八代木館の中には5月20日の日付で、稲取人である金指しと練り若マロラに対して、ハニシナ軍家の焦燥から20束の稲を貸し与えた、記述のものがある。